はい皆さんこんにちは、えー、リボンアートオンライン更新「えー、声な聞こえ」を聞くためのレッスン、えー、キュレータータの久保田と申しししまますすよろしくお願いします、えー、この企画ですが、えー、リボンアートオンラインというのは2019年に開催されたリボンアートフェスティバル2019と、えー、今年の夏に開催される予定のリボンアートフェスティバル2021 の架け橋として行われるオンラインプロジェクトです、えー、本日はその3回目の配信ということになりますで、えー、今回の、えー、構成としましては第一部で、えー、しがりえいこさんと石倉俊明さんに、えー、対談をしていただき第二部に山川冬ゆさんの、えー、パフォーマンスを送りする予定です でえー、今回のテーマなんですけれども「えー、私たちはどこに帰るのか」というのがテーマになっていまして、えー、第1部では、えー「私たちの存在や魂はどこに帰るのか」というお話を中心に、えー、お二人にしていただければと思っております。簡単に志、えー、賀さんと石倉さんのプロフィールをご紹介させていただきます。 紫苅栄子さんは写真家として活躍をされており、えー、国内外多くの美術館で展覧会に参加をされています、えー、そして2008年から、えー、宮城県に在住をされていて2019年前回のリボンアートフェスティバルでは、えー、小栗浜エリアでインスタレーション作品を発表されています でえー、石倉俊明さんなんですが、えー、人類学者でいらっしゃって秋田公立美術大学の美術学部准教授、えー、明治大学野生の科学研究所研究員でこれまでインドやネパール日本の東北地方などで、えー、聖者や山、ね、岳信仰の調査を重ねられて、えー、研究を進められてきました。 並行して人類の営みにおける芸術の可能性を探求して、えー、多様なアーティストと旅やフィールドワークをもとにしながら共同生活制作をされています。で本日はこのお二人に、えー、1時間少々のお時間ではございますけれども、えー、中身の濃いお話を伺えればと思っております。それでは、えー、お二人に、えー 始めていただければと思います。よろしくお願いします。あ、はじめまして。 えっと、滋賀と申します。えっ、ー、と、今日はあの桃の浦ビレッジというところから話していて、で、結構寒いので、こんな来てますけど。あの、よろしくお願いします。はい、えー、石倉です。えー、で、今日、すごく楽しみに、お話しできるということで、あの。よろしくお願いいたします。お願いします。えっと、ちょっと早速なんですが。えっ、ー、と、今年震災から10年って言われて、いろんなことを、こう、あの。 なんか総まとめに入っているような感じで、まあこの辺この間もオシカ半島で大きな地震あったりとかしてでなんかこうもう次次をこう予感するような,なんか本当にオシカ半島が引き受けているものってあのすごくあの複雑なものがあったり実際揺れてたりすると本当に こういう場所であの話したり対話をしたり、えー、制作をしたりっていうことの,あの本当に深い意味を 考えながらどうにか応答していきたいなっていうのは日々思ってるんですけど今日はえっは震災の頃の話からさかのぼって考えてで石倉さんにたくさんちょっと聞いてみたいことが私自身もあるのであのその辺から始めたいなと思ってます、はい。お願いいいしますしますでちょっとこの写真を見てたただきたいんですが えっと、今、見ていただいているのが私があの震災の時に住んでいたあ名取市北窯という集落に津波が襲来した時のあの写真です。これを空撮されて、えー、新聞の見出,し見出しに載った写真なんですがあこういう場所でした。 で三陸とはやっぱり地形が違うのであのヘリからの,あの空撮でもこう平野がぶわーっと広がっていたっていうのがわかると思うんですがでその後の集落の状況がこんな感じでこれが、えー、と見てみたら3月19日震災から1週間今日経った時点での写真で。えー 北側にあの下増田神社という神社がありましてでここのお世話役だったあ太一さんという方がいるんですけど桜井太一さんという方で,で私はこの方に大変お世話になっていましてで太一さんもあの被災をされてでまああの家をまあ住む場所がなくなってとかまあ本当に。 自分が深くコミットしていた北側の人たちもたくさん亡くなったのであのすごく大きな喪失の中に彼自身がいたと思うんですがあの神社の,あの世話役だったということでこれだけぐちゃぐちゃになってしまった神社をこう片付けたり今、この端っこにいるのが太一さんの後ろ姿ですけど世話をしてで片付けたり。 一生懸命してたんでですけどでこういう丘のところにあの下松田神社は建っていたので、うん、あの唯一え沿岸部ではあの流され残ったというか流されなかった神社というふうに、まあ、言われてもいたりして、うん、であの太一さんがね、はい、そのこの神社の丘に立ってで私私もそのあたりで写真を撮ったり片付けに参加してたりしたので、うん、あのって。 この丘に立ってでさっき新聞の見出しで見たあの空撮から見るような何風景を,を見てで結構何もなくなってしまったらちのようになってしまった北側から岩沼を望むみたいな感じの風景を見ながらあのこの神社があはじここに立ったのは約1200年前の話だった だっていうね、自分は聞いてるとうん、うん、でもしかしたら1,200年前の風景っていうのは何もなくこう今みたいに家がこれまでみたいにあったわけではなくてもしかしたら今と同じような風景だったかもしれないなみたいな,うん,、うん、なんかそんな風に言ったんですよ。で何というかうーんと相当悲しいことがあったはずなのに。うんうん なんか太一さんはその風景を見てこう自分が見るはずもなかったその風景を自分が今見ているっていうような,なんか驚きっていうかなんかそういうなんかこう驚きを持ってその風景を まっさらな目で見てるような感じがして、うん、で私はその太一さんがそういう風につぶやいたっていうことを、うん、まずっと体の中で反復してるような、うん、あ10年だったっていうのもあるんです。だからなんか誰かが何かを言ったっていうことが、うん、その自分の体の中に長く留まって。うん すごいい生々しい感じで残っまあそれを「言霊」っていう風に言うのかもしれないんですけど、うん、あの例えばその人が亡くなっていなくても、はい、あの言われたことを体の中で反復するっていうようなことってあると思うんですけど、うん、なんかそういう風に そういういでも言霊とかっていうといきなりちょっとスピリチュアルな感じでちょっとこう敬遠されちゃうような感じもあるんだけど石倉さんであればなんかこうその言葉の感覚が体に残るっていうことってそのどういうふうに考えておられるのかっていうのをちょっとき最初に聞いてみたいなと思いましの 言葉を失った方々とか、うん、その自分が体験したことを語れなくなってしまった方々もたくさんいるという思うんですね、うんで。そういう人たちがある時間を経ってようやく話すことができるようになったり、うん、あるいは直接それを語るんではなくて、うん、別の形であの少しずつ 言葉を取り戻していくってことあると思うんですけど、やっぱ言葉っていつも喋れるものではないし、あのフラットにいつでも出てくるものじゃないじゃないですか。だからすごく自分の呼吸とか、そう生命のリズムとともにあの出てきたり引っ込んでしまったり見えたり見えなくなったりするっていう意味では波のようなものだと思うんですね。つまり押し寄せては引いていくもので、ある時には津波のように言葉が 湧き出してくるような時もあるかもしれないけども、うん、全く出てこなくなってしまうこともあるかもしれない。うんうん、そういうようなあのー。まあ、人間生まれてからすぐ言葉を喋るわけではありませんから。うん、多分、あのおギャーっていうような声のレベルっていうか、うん、あのー、意味以前の声命と直接結びついた。その振動というレベルから意味を持った。 言葉を獲得するまでのの時間っってていうのがあってでそれが年を取ってもずっとあの打ち寄せては引いていくような波のリズムとして残っていくんだと思うんですね。ですので僕もあのこの1年間で親しい同僚だとか研究仲間が何人か亡くなったことがあったんですけども何を思い出すかっていうとその人の声とか何を語ってくれたかとかそういうことがやっぱりふと 出てきたり夢の中に出てきたりする経験があるんですが常にずっとその人がいるっていうわけではなくてふとと波がが押し寄せるるるかのよううにに自分に触れてくる瞬間があると思うんですそう考えるとやっぱり言葉には物質性があると波に物質性があるように言葉にも物質性があってそれはそのイメージとか記号を超えたレベルで振動だったりその人の生きている息だったり何かそういう あの生きた痕跡が自分にあの接する、触れる瞬間があって、それが言葉が届くということだと思うんですね。うん、ですので、意味が分かるか分かんないか、以前に、その人の声が届くっていう経験があって、うん、それがやはり僕らは実はそれを感じているはずで、うん、でその太一さんの体から出てきた言とっていうのは、多分その彼以外のことこと体からは出てこなかったはずですよね。うん、だから僕たちはそれを思い出すことができる、うん でそういう意味では例えば志賀さんが写真を撮られてるように、うん、その性の一瞬を、うん、あの触れた瞬間というものを僕たちの耳がフィルターとなってと、うん、捉えてる、うん、それをまあ別の言い方をすれば言霊っていううこととがでできるのかなと思うんですだから多分それを広い意味で心って言ってもいいのかもしれないんだけど、うん、その打ち寄せては返していくようなリズムがあってな、うん、くなってももしかしたらそれは 波が寄せてくるのかもしれないそういう循環というか、うん、あの人と人の心のレベルでの通い合う次元というのが確かにあって、うん、それがあるからこそ神社のようなところでいろんな祈り事があったりだとか、うんまあとはお墓とかお寺で、うん、あのお弔いをしたりだとか、うん、儀式をしたり、うん、あるいはお墓参りをしたりっていうことがね、うん、あのいわゆる宗教というものが成り立つ根拠にはそういう言葉だったり、うん、あの人間の 目に見えないいもののの、うん、次元のリズムというのがあるのかなっていう気がしていいます、うんうん、いやなんか今その波みたいに押し寄せるっておっしゃられたけど本当になんかこう全力で忘れない忘れるみたいなことをまあし,しないとちょっと生きていけないぐらいの,その精神状態に追い込まれているっていう時期もあったし。 だけどその確実に要は残しておいかないといけないことでもあったっていう社会的には、うん、だ,けどだからその忘れ忘れたいっていうような気持ちと覚えてお,きおかなきゃ覚えておきたいっていうその狭間でなんか結構私は混乱したっていうか、うん、あのだけどやっぱりその要は突然。 亡くなってしまった命っていうのがあって、うん、でなかなか、まあ、いや例えば交通事故とか、うん、そのあらゆることで突然亡くなれる、うん、突然死んじゃうっていうことはあるんだけど、うん、そ,のその時に、まあ、津波でたくさん亡くなれた方もそうなんだけど、うん、その彼らの体に一体何が起こったのかっていうことを に例えば苦しくて苦しくてでもうパニックでであもうその混乱の極みっていうか <laughs> 絶望的な気持ちっていうかその本当にパニックの絶頂でプチって意識が切れるでその先にっていうそのそこの想像力 そこに想像力が追いいつかないんですよね生き残った人はうん、うん、だからそ,のそ,れはそれを想像し続けるってすごいうん、うん、負担ってかつらいことなのでうん、うん、っていうふうになるとやっぱりそこでやっぱり想像が追いつかないと思考停止状態になってしまってうん、うん、でやっぱりその忘れるっていうことを忘れるっていうことを積極的にするというよりはなんかそれに代わる何かを自分たちは手でつかまないと。 生き,生きていけないっていうか自分の想像力でボロボロになってしまうっていうか本当にまさしくその間にずっといたような、うん、本当にその波みたいな状態があったなと思ってで、まあ、思い返せば喜怒哀楽もすごかったうん、うん、本当に笑いもたくさんあったので。うん なんかあの悲しいだけじゃないっていう感情の起伏もまさになんか夢のようだったなっていうふうには思うんだけど本当にその言霊まで行くといいんだけれどもその意識があの人がああいうふうに言ってたって今だから私はこう思い返せるようなことはあるんだけどもなんかそこに行くまでにすごい時間がかかってしまうっていうなんか。 その音とか生きてる人が亡くなった人の何かをどうしても必要とするっていうなんかその辺りが何かを想像することの始まりなのかなっていう感じはしつつでもちょっとそこの前でとどまってその本当に死ぬ瞬間みたいなことに。 ついてどういうふうに思われてますかなんか自分がどういうふうに想像してますか私そこが一番すごいです、うん、追いつかなくて追いつかなくてそれで苦しんだなって思うんですよあの4さんさっきねその普通はその見,見ない風景がを見てしまった太一さんが、はい、あの、まあ、普通の人のし目には入ってこないような光景を見たで、まあ あたり一面が泥の海になったりっていうのは、まあある意味その創世神話に現れてくるようなすべてカオスの状態ですよね。うんうん、まあそういうのっていうのは普,普段人間が生きていくエリアをちゃんとあの町を作ってそこに建築を作ってそして綺麗にそこをあの掃除をしたり人が生きていけるような形でうん、うん、あの整備しているわけだから、うん、あの。 昨日のようにああの今日が来て今日のように明日が来るっていうリズムがあるんだけどそれが一瞬でぶち壊しになって、うん、あの全てが瓦礫と泥の海になるという体験っていうのはもちろん千年に一度ぐらいかもしれない1200年に一度ぐらいの,、うん、あのスパンでしかこ起こんないかもしれないでも実は100年の間には何度かそのリズムで津波や地震があって、うん、やはり僕らはすごくあの激しいノイズの海の中に浮かんでいる。うん ぽっかかりと浮かんでいる小さな小島の上に生きているに過ぎないのになんかあのそれがあたかも永遠に続くかのように思っているからそれが急に訪れた時には追いつかないわけですよね。死というのは誰の意識にとってもそういう面を持っていてノイズが自分の中に入ってくるあるいは自分がノイズそのものになるっていう面を持っていてで僕も多分死というものはそうやって物質の循環過程に入っていくことだと 思うんですねうん、うん、でこれはある意味ではすごく科学的なことで、うん、人間の体が原子の粒になってエネルギーとか物質の循環の中に帰っていくことだからうん、うん、ある意味僕はすっきりするというか。 そのレベルでではあの納得がいくんですよ、うん、自分の体がまあ水蒸気になり、うん、そしてエネルギーになり、うん、まあもしかしたら何かに食べられたりするかもしれない、うん、まあ今だったら仮想だから、うん、もしかしたら大部分は食べられもせず、うん、ただ物質に帰ってくるのかもしれないけれどもそれにしてもはりやはり地球に帰ってくるというう次元はあると思うんですね、うん、でその次元というのは、まあ、仮にそれをものの循環というふうに言うとすると。うん それと先ほど言ってた言霊の言葉の循環と2つの循環の結ぼれのような境目のようなところに人間は生きていてこれすごく奇跡的なことだと思うんですよ。だからあの心の中に波打ち際みたいなところがあって言葉が交わされたり何か心が通ったりするところとあとまあ物としての人間の体が 仮初めのこの時間を頂い,いて地球上に生きていてで、まあ、ある時間を経てそれから帰っていくっていう2つの接点がこの自分の体なんだっていうふうに僕は思っていてでそれがまあ自分にとっての救いでもあるしおそらく自分が研究している神話だだとととかか宗教とか芸術の根拠だと思ってるんですねですので心の循環と物の循環がいかにあの通い合う 奇跡が成り立つのかっていうこととは、うん、おそらくのらくああゆるる表現ののベースにあるのかなと思ってます、うん、なんか僕はそ,そこに対してなんか信仰のようなものがあってあの、うん、何か揺るぎない気持ちがあるんですけれどもそれは多分言葉だけではなくてものに変えれるからだっていうあの信頼感があるんですね、うん、だですのでたとえ自分がなんか災害で死んでしまったり事故で死んでしまったとしても、うん 必ず地球に帰っていけるっていう、うんうん、その物質の代謝に入っていくっていうことは、うん、エコロジー的な意味で、うん、とても僕はあの歓迎すべきことだと思っていてどんな死に方をしてもちゃんと帰っていける場所がある、うん、ということだと思うんですね、うん、それが多分あの人間が動物であり生物であるっていうことの根本で、うん、他の人間以外の生き物とシェアしているポイントかなと思うんです、うん、まあこれはあの、うん それをどどうう受けけ止めるるかってこととになると思うんですけどもただその写真もおそらくイメージをプリントする因果詞なりまあデジタルであってもえその何かスクリーンがないと見えなかったりするわけですよねものとの接する次元がないとインターフェースがないとそれは見えないわけなので同じように心のレベルともののレベルこの2つのレベルが通い合ってるからこそ成り立つのであって、う。ん それがあのー、結構大事なことなんじゃないかなって特に震災後思うようになりました。いやなんかそ今おっしゃられたその信仰に近いようなそういうものと心の循環のつながりに信仰みたいな気持ちがあるっておっしゃられたんですけど、うん、私、本当にそういうのがそう,そういうふうにまあ思えなくって。うん で、要はその80年代の愛知県で生まれて要はスイッチ1つで全部こう、まあ、電気の,の満ちた世界っていうか便利な便利清潔安全っていう環境で育つとやっぱりその死ぬっていうことイコール心臓が止まるみたいな,な,なんかこうし、うん、そういう,なんかこう脈がき切れる。で はい、終わりっていうなんかそのその後が、が何て言うんですか恐ろしすすぎますよね。うん、その何て言うか想像が全く追いつかないし「無」みたいな「無」って何みたいな。でそういうことって散々こういろんなところに満ちてるはずなのにその例えば「 えといろんな学校で勉強することとかその町の中とかお墓があったりとかその死,死の予感みたいなものってたくさんあるはずなのにやっぱその土に、まあ、ざっくり言っちゃうとその土に帰るその環境の中に戻っていくっていうのはあまりにその自分からするとちょっとそのなんていうんですか連鎖,がなさ連鎖の想像力みたいなのがなさすぎて。うん、で まあ頭では理解するできるしその感情でも理解できるんだけどでもその実感がないっていうなんかそれをやっぱりその震災の時は突きつけられたからやっぱりそのとっても混乱したっていうかでなんだけれどもその死んだらはい割っていうやっぱそっちそういう感じで。 だとやっぱりちょっと混乱してしまうんだけどやっぱり土の中に帰るっていうすごくこれもなんかちょっとこういいふうに言ってるみたいなふうにどうしても思えちゃうっていうそんなそんな簡単にみたいな思っちゃうんだけどでもやっぱりこの10年をかけてその例えばその今も行方が分からない方が今もこの世の中に生きてるっていうことだよねっていうその要は。 その環境に帰って見つからないっていうことはその環境に帰ったっていう,うそういうなんか本当に現実的なところを少しずつまあなんか考えるようになってですごく大きくその死に対する考え方がまあ変わってきたんだけれどもでもやっぱり何て言うんですか。あのー とはいえそこの死のし死,死ぬ人が死ぬでその後直後そのもしくは直前っていう,うところのなんて言うんですかねあのことを語ったり、えー、想像したりするのになんかやっぱりそれとは別の例えば物語だったりとかあそれを石川さんは神話的なこととして 語られるのだと思うんですけどそういうのをやっぱりどうしても必要としてきたんだなっていうなんか長い長い道のりだったっていう感じがあってだからそのあのなんか物心ついた時からなんかこういろんな絵を描いたりとか、うん、なんかささやかに表現するっていうことに 自分が今写真をして撮っていたりとかっていうことの,その全ての,その何て言うんですかトリガーっていうか根源にあるものがそういう死の前後にあるその人間のなんかこう想像力なのかなっていうふうに思うようになったっていう。 こととがあったりとかしてそういうのまあ、全部そこを根っこにしてはいけないかもしれないんですけど、うん、そういうことについてかか思われますかいやあの多分死そのものって誰も本当に経験はしていないし経験できない死んだらもう意識があるのかないのかわからないから。うんあの 本当には経験できないのかもしれないんだけどうん、うん、それを経験の次元に手繰り寄せるようなことって結構ありますよね例えばあのお盆の盆行事だとかお祭りだとかうん、うん、あとまあ、例えばチベットの死者の書とかエジプトの死者の書とか、うん そ死んだ後のことを語る宗教のテキストだとか物語っていうのはあってでそれを旅のように捉えていったり次の再生の物語って考えるってこともありますよねでそういうことはあの本当にそれが正しいかどうかっていうなかなか言えない仏教的に言うと死後の世界があるかないかってことは無期と言って答えない問いなんですけどもでもたくさんその物語が生まれている。 なぜかというと多分それは経験に手繰り寄せる必要があったからだと思うんですね。うんまあ、あったことにするっていうかだから本当にそこに循環があるかどうかって分かんないんだけど、うん、例えば生とあの世とこの世が、あのーうん、つなぐ回路が あると仮説した時に一種のゲームと言ってもいいのかもしれないんですけどまあ例えばお盆に先祖が帰ってくるって言ってみんなで踊りを踊った時にそこにある救いがあるというか心のの世界の循環が生まれてくるんんだと思うんですでそうしないと逆にあの心って成り立たないのであの救いを求めたくなる気持ちっていうのがあってだから亡くなった人の言葉を何か代弁してしまうことってある意味では暴力的なのかもしれないしそれを 語,って語ることもできないのかもしれないんだけどうん、うん、何かしらそれを表現の方向に持っていったりうん、うん、自分で何かメッセージを受け止めたりする、うん、場合によってはすごく辛い経験をされた方は本当に例を見たり聞いてしまうこともありますよねうん、うん、生々しい体験としてそれはあの先ほど見てはあの見られないあの光景を見ちゃった人のようにあの経験できないあの経験が向こうからこっちにやってきたようなことだと思うんです。うんうん でもそれはとても芸術の発生に近くて、うん、その死をどう受け止めるのかうん、うん、自分が知りえないところにどう入っていくのかというところから、うん、あの芸術を発生すると思うんですね。うん、でちょっと思ったのはその例えば三陸の漁師さんが、うん、その船であの船板一枚下には死の世界があるとすぐ死んでしまうかもしれない、はい、事故があるかもしれない、はい、でもその意識の中でこそ実は魚というのは たたくさんん取れれててそが喜びをもらすだっ死とすれすれのところにある喜びとか性というものを認識してますよねそういう考え方がずっと東北にはあってそれって実は自分はいつか津波に遭うかもしれないというような感覚と似てるのかもしれないと思うんですがこれを例えば大きな防潮堤を作って絶対起こらないようにするとか絶対安全とかっていう発想を とととはちょっと違ううタイプななのかなと思うんです、うん、つまりあの波打ち際を遮断してしまうっていうのは結構あの危険なことでもあるしもし遮断せざるを得ないんだったら、うん、もう一度どうやったら波打ち際って戻ってくるんだろう、うん、っていうところで例えばこの「リボーン」のさまざまな芸術のプロジェクトなんかも始まってるのかなって気がするんですけどね。うんうん、いやなんかそういうそのそ例えば傍聴堤なんかはあの。 大量のコンクリートで作られているけどでもなんかその海と陸をこう遮断してで命を守るっていうそういう,あのこう強いその安全とか命を守るっていう考えから建てられたものだけどでもその何て言うんですかね やっぱかそ,のそういうものをやっぱり絶対必要とするんだこの社会はっていうちょっと一瞬ぎょっとするような傭聴堤の前に立ってみるとやっぱりすごいあのコンクリートの物量ってやっぱりすごいですよその心と物の,の循環って言ったけどもこれが物だとしたらこれはものすごい物の,の質量っていうかでこれをどう受け止めていいかっていう。 安全だから絶対必要だからって一言では言えるんだけどもでもそこに心との循環があるのかみたいなことはやっぱ考えるんですよねこれをその自分なりに考えるとすると傍聴堤をだけどその例えばだけどあ,ある方が例えばこれがこの傍聴堤が1,000年このままであってで今生きてる人全員 いいないけれどもこの防潮堤だけがその残っているだとしたら津波っていうものが来たっていうことをまあとに知らせるなんかメモリアルみたいな能なんかこう働きも,も持ち始めるじゃないですかだからなんかその人間が残したそのものっていうものが後々どうなるかっていうことのその分からなさ それは当然。例えばその原子力に使われる。そのプルトニウムとか、うん、そういうものもその半減期が違いすぎて、うん、人間の一生と。まあ、本当になんかこう。もうすごい気持ちになるんですけどね。そう混乱しますよね。はい、多分、さっきの津波とか地震の話っていうのは自然によって起こる。喪失なので、うん、まあ人間の体の自然のレベルで。 うん、まあ,ある意味それを受け止めざるを得ないところもあるのかもしれないし、うん、受け止められないのかとしてもそれはあの自然の循環の中での事件のことなんだけど防潮堤を作るとかかさ上げして町を作り直すとかっていうのは文明の話なので、うんうん、それはあの宮城でもなりわいを守るのか命を守るのかっていう議論がありましたよね。うんはい さんあ,ありました命を守るべきだっていうふうに知事おっしゃってたのを覚えてるんですけど、うん、やはりにしても文化による喪失とか文明による喪失っていうのはあって、うん、つまり自然による喪失の後に復興が起こったことによって何か例えばあの震災関連死というような形で生きづらさを抱えたり、うん、あの大変な心的な。 あのや病を抱えて来られた方も多いわけでで復興工事とか都市計画の問題ですよね、うん、だからよくあのこれはずっと志賀さんの主題の一つでもあると思うんですけど実は津波っていうのは津波だけではないと、うん、その後にもう一度町が作られるときに二重に喪失を抱えるんだっていうことが、うん、さらに問題を複雑化してさせてしまうし、うん、さらにこの原発が絡むと。 自然と文化を超えて超自然的というか自然の中にない現象を生態系の中にない現象を核分裂ということを起こしてでそこに超文化的とも言えると思うんですけどつまり人間の時間軸では計測できなかったり生態系では起こりえないということがそこで先取りされてしまって文明がようやく成り立つっていう。 すごくあの僕たちが便安心安全に便利な生活をするためにすごくあ,のある意味矛盾が起こってきて、うん、これをどうすればいいのかっていうことがまだ合意ができてないっていうことですよね、うんいやあのー、それは非常になんか本当にどう考えていったらいいかなって思うんですけど先ほどその石倉さんがすべ、えー、て その死っていうものの次元が一緒だと死ぬっていうことは一緒なんだけれどもそのどんな人間でも死ぬ死っていうなんだけどその津波で死ぬこととその文明,文明によって死ぬことっていうのはその違うんだというふうに、まあ、おっしゃられてるじゃないですかでそのことについてその死は一緒なんだけどねっていう。でもその死のの死次元っていうのを こうは全く違うんだっていうことをなんかどう考えていったらいいのかなって思うんですよ。でそ,それつまりその何をどう考えていくかっていうことにすごく関わりがあって要はこれ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 こうだからあのこれはしょうがないこととして考えるとかいやこれはあのいけないことだっていうふうに 間違いだと考える何をどう考えるかっていうことに、うん、その死の次元っていうのはすごい関わってると思うんですけど、うん、その津波で死ぬことと文明によることのその 2, 2つじゃないですよさまざま複雑めちゃめちゃあると思うけど、うん、その死の違いについてそれが後々どういう影響を持つのかっていうその辺りとかどうですか、うん、やっぱさっきちょっと時間の話が出ましたけどその例えば1000年に1度の 津波に対して備えるっていうのは僕たちのたかだか100年に満たないあの人生の中で10倍の時間について想像力を働かせなきゃいけないって相当なことじゃないですか。でさらにそのね10倍となるとあの、えー、1万年とかになると思うんですけど、はい、これって農業が始まった頃とか文明が始まった頃の新石器時代なんですよね。実実ははは放射能のの半減期って10万年っていうのはあの実は ほ,ほぼ僕らが想像もでできなないような時間軸で、はい、でそれを例えばフィンランドのオンカロっていう最終、はい、処分場の中で管理するっていうことになってる、はい、でこれ科学総動員でそういうことをやろうとしてるんだけど、あのー、実はそこで凄まじい時間のギャップがあの行き交ってるはずなんですね。はい、つまり、あのー、何十年っていう時間間軸そして人間が あの世代を継いで、えー、いく何百年とか例えば1000年っていう時間軸、うん、そして1万年とか10万年っていう、うん、おそらくヒューマンスケールを超えた時間この全てが目の前にあるっていう現実ですよね。うんうん、でこれがあの例えば東北のある場所にあの一気に降りかかってくるってことは、うん、そりゃ辛いっていうか、まあ、大変なことだと思うんです。うんうん、だから ままだまだこの10年でできたことっていうのはほんのわずかでに過ぎなくて整理もほとんどできてなくてえもっと哲学的にも人類学的にも社会学的にも考えなきゃいけないしその一番その,のろしになるのはおそらく僕は芸術だと思うんですけどそれは何かあの人間の心に一番近いものとしてあの表現することがあのゆうそういう勇気を持った人たちがいてそれがあの始められるっていう一つの スタートラインを引くととということだと思うこだ思んです、うん、であの合意を作っていくというのはこれ生半可なことじゃないので、うん、そんな10年でできるようなことじゃないんだけど、うん、でもあのまだまだ始まったばかりってことを忘れちゃいけないし何かが済んだ気になっちゃいけないしこの春が来るたんびに何か思い出さなきゃいけないようなことなのかなと思うんです。うん、というのは1年に1回同じ季節が巡ってくるって、うん、やっぱすごく。あの いいいことじゃないですか,なんか僕ら時間軸めっちゃくちゃになってるのにはい、はい、毎年春がやってくるってことはね、うん、まあ春っていろんなことが起きるじゃないですか、うん、あの地震も起きるしなぜか日本ではねコロナも春でしたよね今もそうですけど、うん、なんで10年後に別の理由でマスクしてるのかなんてことも思い起こさせるうん、うん、だからなんかあのスタートラインに立つっていうのが、うん、あの春で志賀さんの言葉で言うと「ヒューマンスプリング」って言葉の、うんえー、一つの「 あの意味というか何か性の躍動みたいな面もあるし、うん、ある意味ではあの人間抱えてる悪とか何か人間を過剰したものが吹き出てくるような冬というちょっとある種の可視的な死の季節を超えてその内側から生命力が大地からこの吹き出てくる溢れ出てくるっていう季節にあの強制的に同期させられるっていうか、うんうん、そ,その時期に考えるべきことってあると思うんです。 うん、いやそうですねんかその季節が必ずやってくるっていうことがねなんかこう揺らいでいるかもしれないじゃないですか、うん、で結構これ本当に怖いなと思うんですけど私えー、っとレイチェル・カーソンの「沈黙の春」ってあれをいつ読んだんだろう「小学校高学年」。 内容は全部読めなかったけどそ,こうそれぐらいだったと思いますけどあれ、1 9 80何年の本ですよねあれそうです、うん、それそぐらいかな80年の本なのかちょっと間違ってたあれなんですけどでめちゃめちゃ怖かったんですよ、あの春沈黙の春が。で,でそこからその、でも季節は毎年やってくるよねっていう来てるよねっていう毎年のこの確認で。 やっぱりあ全然余裕じゃんみたいななんかこう思っていたところがもしかしたらあるかもしれなくてだけど、まあ、ちょっとこう私もその小田っていうところに住んでるんですけど気候がおかしい、うん、あれこんなに暑,暑かった寒かったみたいな毎年これで話題が持ちきりぐらいな感じでなんかこう季節が ぐぐっちゃぐちゃになってきているでまあそれで台風があったり何があったりって結構後戻りできないぐらいにその季節の巡りっていうのが狂っているっていうことは肌かこうでせかそれがえー、っとそういうことを想像するのって結構何よりも怖いっていうか。 さっき死のことを考えるのが怖いって言ったけどなんかそれがほんとちっぽけに思えるような怖さっていうかもし春が来なかったとしたらどうするんだろうみたいなねでなんかそこでそういうことをそのすごい考えちゃうんですけどあの悲観的になって考えてしまうんだけどなんかそこでその要はその循環っておっしゃられたでその土に帰っていくっていうことが 立たれるみたいな、うん、あそうなると本当に恐ろしい話ですよねちょっと恐ろしい話ばっかりしてあれだけど <laughs> でもなんか例えばその埋め立てるとか、うん、あ土が見えてそもそも見えていないところにずっと住んでいるとか、うん、よくよく考えれば家の周りアスファルトだらけのところに住んでた。 のをすごい別に普通だと思ってたけど結構恐ろしいことかもしれないっていうことだったりとかっていうのになんか40年ぐらい生きてやっと気づくっていう、うん、この、ね、沈黙の春であれだけビビったのにビビっただけで何も聞いてなかったっていう、うん、そういうなんかその土の循環土に戻るって簡単に言うけど土なくないっていうなんかご住宅地に、うん、それが。 うん、なんかひしひしと最近は来てるっていう。でなんかちょっともうちょっと話させてもらってませんけどあの、えー、と私が住んでた集落があの避難所に移なりますってで中学校の体育館だったんですけどでそこでおじさんたちがタチションをしちゃうわけですよ。トイレがあるのののにしなくてその体育館の周りの、うん ドブってんですか用水路って言うんんでですすかねいやいやなんかね開放感あるんですよ、ね、いやそれでみんなそこでそうなんですよ <laughs> なんか達ンをしていてすごいアンモニア臭がひどいことになって校長先生に怒られるっていう,うん、うん、こんなこと言っていいのかなって感じなんですけどでもそれですごい怒られてでみんなトイレに行くようになったんですよ。うん、であでもそれで私すごいあそういえばこの方たちこの人たちは。 集落の中でいつもタッションしてたなって、うん、何度タッションを見たことか <laughs> その本当に外で排泄してたて、うん、でそれが排泄物を土に返してたっていう、うん、でそれがその避難所で暮らしになった瞬間にやっぱりトイレでしろって言われて、うん、あなんかこう立たれたなって思ったんですよ、うん。その これれも一つた,た,たれじゃないですかうん、うん、私、なんか生まれたときから水洗トイレなので何にも思わなかったけどうん、うん、でも排泄物をまず土に返さないっていう,、うん、もうそういうほんと基本的なところからうん、うん、あっ、たれたんだっていうのは思って、うん、でその後もなんかめげずに多少、してたおじさんはいたんですけど、うん、やっぱりこのアスファルトの上をこう尿が垂れてくる感じってすごいんですよ。<laughs> なんていうんですかね、なんかなか染み入ってこないっていうか。 そういうのを10年目ともなるとありありと思い出したりとかもするんですすいませんこの話で <laughs>。<laughs> 今のお話を聞いて家族旅行で宮城出身のね父があのどうしてもお腹が痛くなって何か建物の裏って,てねどうしてもあのしちゃったんですよトイレを。 で何の建物かなと見たら公衆トイレだったっていう、えー、あの家族旅行の思い出思い出しましたけど <laughs> <laughs> まあでもねそのうちの父親もあの子供の頃は外でしてた葉で、うん、あの僕も子供の時はあのなかったら外でしたし、うん、あのガキ大将の友達とその外でね葉っぱを取ってきてこれを使ってなんていうんで。うんあの それからガキ大将が優しくなったりとかっていう経験がありますけど <laughs> <laughs> それがトイレの循環っていうのはもう文明の循環なのでそインフラですよね, 2>, すよね2つの循環があってまあこれをあのすり合わせていかなきゃいけない、うん、で里山みたいにどっちがまあ必ずしもトイレが悪いって話ではないわけなので下水道上下水道を含めてどうやってもう一回再構築していかなきゃいけないのかって確かに大事なんだけれどもじゃあその今 もう本当にやばい状態まで土が失われつつあるっていう現実をどうするのかっていうことですよね。うん、あのことですよね。江戸時代までは日本人はあの自分たちの火費をあの肥料にしてきたのでそれも大きな循環の一部だったはず、うん、うで、ねうん、でもそれが今それこそ気候変動という形で春が来なないいかもしれないっていうことこですよね、うん、春はある意味あの特に東北だともう一気にあの生き物が 土から出てくるので虫たちも小動物も、うん、そして花は一気に桜も,花もあ桜も梅も同じぐらいの時期に咲くし、うんうん、春の,あの強さってす、ね、すごいですよね,すですよねそれが来ないかもしれないっていうことは、うん、まあ,ある意味あの春をリバースとかリボーンって考えるとそれが再生なき、うん、あの式というものが来てしまうかもしれないっていうことなのでこれ大きな問題ですよね。うんうん いやそそうですよねなんかその循環が絶たれるそうですねなんかもうもはやそのか家庭に自分がいたかもなっていう自覚を今さらしてるっていううーんそうですねんかあとその土のことで言うと、うん、あのこの ここ桃の浦ですけど、はい、この近くに小泉地区小泉という場所があってそこにあの私もその去年あ2年前にあのえとリボーンで作品を作らせてもらったあの場所があってでそこに小野寺さんという鹿漁師の方がいらっしゃってでその方にいろんなことを教わってでまあブレーンのような感じでえインスピレーションを頂い,いて話をたくさん聞いてでそこで。 あの作品を作るっていうことをさせてもらったんですけど引き続きずっと小野寺さんといろんな話を聞かせてもらってるんですけどそのやっぱこの辺りも水がすごい豊かなはずなのに土がすごい乾燥し,してるってあれおかしいなおかしいなってやっぱり毎日山に入ってその鹿量をする土とこう切っても切れない生活をしてる人が。 この感想ははちょっと自分は少し怖いでオーストラリアとかロサンゼルスで大きな山火事があってもしかしたらこの先もこの先そういう山火事のようなことが日本でたくさん起きるっていうことがあるかもしれないっていうその肌感覚っていうのはなかなかなんて言うんだろう,こう科学的にはあれかもしれないけどすごい予感であるのかなっていう気はしてだから本当にオシカ半島が。 あの引き受けているものというか、うん、あのとてもあの根深いものがあるかなって思うんですけど、ね、そうですよね、うん、多分あのいろんなところでそういうことが起きていて、うん、でやはり土ってもちろん排泄物もそうなんだけど、うん、あの広い意味ではいろんな生き物がおそらく数億年をかけて堆積した。うん あの痕跡ですよねつまり死の蓄積でしか土は成り立たないということで死のあ死ねつまり生物の死骸がの死あの還元されていって土になっていくということがあって、うん、これは社会学者の山内明美さんに教えていただいたんですけど、はい、5億年ぐらいかけて実は生き物は今の土を作ってきたんだと。植物や あの動物やさまざまな菌類が何世代にもあって何,何百世代何千世代と重なってそれが土になっていくと、うん、でそだからこそその土から再生が行われるのであって、うん、でその循環そのものなんですよね土というのは、うん、ですので、まあ、土を見るわけですよね、うん、例えば農家の方はその土がよい土かどうかっていうを見るわけで。うんうん であの例えば土中環境の研究なんかだと、うん、どれだけ水が浸透していくのかとか通気性があるのかってことが大事になっていくし、うんうん、でそこで実はあの土の、えー、と世代を継いであの生き物を育てる力というものが測れるわけなんですけど、うんうん、実はそこで今は土が単なるゼロになってしまっているというか、うん、なその何も価値が測れないものになっている。 だから今例えば沖縄では遺骨混じりの土をあ<ー>あの基地の、えー、土壌として土砂として、えー、使おうとしているし汚染度を農地に転用するという計画もあるし、うんまあ、あとはリニアの,あの汚染度の埋め立てというのもありますよね、うんまあ、いろんな問題が今土に絡んで起きてきていて。の、うん、の循環というものを ストップさせてしまうような力が、うん、あの、僕らあんまりそれ気にせずに。進めてしまっているんじゃないのかなと思って、すごく危惧しています。うんうん、いやそうですよね。なんか、あのー。うん、この間、やっぱり。ビオトープ、あの、そこの小野寺さんのところでね、うん、そのビオトープを。あの、作るって言って、で、そのプロジェクトをリボンの中でやらしてもらったんですけど、うん、そこ。 でやっぱりその穴を掘ってもやっぱりその、えー、津波のまあがれきがやっぱり出てくる、うん、お茶碗のかけらだったり、うん、なんかなんて言うんですかねそれはそういうふうにか,かき混ざったっていうか、うん、あの時間が土と一緒にでこうやって残っていくんだっていうのが。 その波打ち際っていうかその海と陸の間では常にあったっていうことですよね土と塩水っていうか北釜が農地が全部塩水でやられてしまったって言うんだけれども、はい、で,でも独自にその野菜を育てその後まあダメと分かってても野菜を育ててみようみたいな人はいて、はい。うんで あの家はもう建ててはいけないって危険区域に指定されてあの決まってしまったんだけどまあ野菜ぐらいはっていう感じで、うん、そしたらやっぱりミネラル分が海の塩だからやっぱり塩はやっぱりちょっとて面でダメなんだけど作物は育てないんだけどでもその後数年して塩が雨水とかでだんだん抜けてきてってなった場合そのミネラルは残ってすごい大きい白菜できたんだよとか。<laughs> でそういうい話結構聞いてだからあの塩水が入ったから農地がダメになるダメになるって散々言われてたけどうん、うん、あ,あでもそうでもないのかなっていう、うんうん、作ってみたらすごいあの栄養が残っていたみたいな話もあってだからうわ本当に知らないことだらけっていうか本当あの僕もそうなんですけど、うん、あのただ秋田でちょっと。 田んぼを借りて土に泥の中に足突っ込んでみたり農作業を少しでもやってみるとやっぱ土の再生力っていうかすごいもんだなっていう人間を超えちゃってるなっていうのはすごく感じるんですよねだからそういう意味ではさっきの死のお話個人の死というものを超えて考えるとその人間の死があり人間以外の者たちの死の蓄積がありあの人間の個人の死を超えたところでやっぱり個人に特定できない無縁と言ってもいいのかもしれないですけど ものに帰ってしまう名も付けられないようなでできななないいいよううっていうのがあるわけじゃないですか、うんはい、それってすごく怖いことであると同時に、うん、この地球世界を支えている、うん、最も根本的な土台というか基盤なので、うん、そのこと無縁の世界がですね、はいうん、僕らはあの家族だとか友人関係とか縁の世界を作ってるけど、うん、実は無縁こそがあの社会とか、うん、人間の 限られた秩序を支えてるのは、うん、そういった無名の無縁の大きな広がりもの、うん、の広がりだと思うんですけど、うん、実は写真っていうのはそれを写してしまうものなので、うん、あの写真家の方々はすっごいやっぱりものを考えているように僕には思えるし、うん、それぞれやっぱり物質性ってことをすごく敏感に察知してる人が多いように思うんです。うんうん いやあの石倉さんからその無縁仏の話をお聞いた時にあ北側にも無縁仏っていうのはあったなと思って、うん、その写真をちょっと引っ張り出してみたんですけどちょっと見てみますか、はい、これさっき言ってた太一さんあいいですね こ体育館みたいな体育館ですかただこういうことに私は本当にねなんかこう心が同調できなかったですねこの時は。よく分からなくて混乱してまあそういう方がほとんどだったと思うけどこれ全部あの、塩水これもあの、土。 えと海の水がいっぱい北側の中に入って集落の中に入ってで海の水の池ができてたっていう地形が本当に変わってでこれはえと震災後に見つけた写真ですねでこれですこれですで確かにあったなと思ってでもこのそんあまりにその墓の墓地の中に こう自然にあるからほとんど石ころと同じぐらいにしかこう私なんかも全然気にしてなかったっていうかただ何かなんだろうな動物のとかねなんかいろいろ考えてたんですけどこれがなんか無縁さ無縁仏っていうものの意味っていうのを石ころさんに教えてもらった時に結構すごい。 びっくりした。で、なんて恐ろしいことなんだろうなって思ったんですけど、うん、もうちょっと教えてもらっていいですか。あのー、よくねフ、フリーダムとかリバーティーとかって、自由っていうふうに、うん、あのー、訳されるけれども。うん、あのー、あみのよしさんという歴史学者は、それを、うんうん、あの、無縁という言葉。で考えていたわけですよね。つまり、日本語として、まあ、近代に翻訳された言葉じゃなくて。もともと中世からあった言葉。で考えると。うん、縁がないっていう、無縁という言葉が。うんうんうん 実はある意味ではあのしがらみから解き放たれたことだとかあとは何か解放とか救いとか、うん、何かあ,のある意味ポジティブな力をはに反転してしまう点があると考えていた,、うん、いたんですね。うん、ですので「うん、無縁苦害楽」という有名な本がありますけれども、うん、自由平等博愛っていう言葉に、うんまあ、対してその日本語で何か言えるとしたら、うん、あの 無縁苦外楽という3つの原理を中世の日本から発信できるんじゃないかっていうとてつもないしあの大胆な思想ですけど、うん、その無縁という言葉はある意味縁を失ってしまったっていうネガティブな言葉もあるけれども、うん、ある意味では縁から縁を超えてしまったというもともと縁というものはさまざまな関係性の,あの結ぼれを意味しているわけですけども、うん、それに対してそこから離れることが、うん、あの例えば 無縁仏堂であると同時に、例えば無縁という場所にもなっているわけですよね。うんうん、あの縁切り寺みたいなのがありますけど、うんうん、とてもだか DV を受けたり差別を受けたり大変な、うん、状況に陥った方がそのお寺に逃げていけば家族から逃げられるみたいなうん、うん、今でいうなんていうかアジールみたいなところですかね。うんうん、そういうポジティブな原理にもなっている。うん、だから無縁仏堂が司会の 外れで石ころのように見えるということは全然あのおかしなことではなくて、うん、その石ころの一つ一つにこそ実はあの解放があるんだと何か人間社会を超えた何か可能性があるんだということが言えると思うんですけど、うんうん、そこに実は 人間ではないものたちの生命とか例えば東北だと鹿シシ、うん、の供養費だとかうん、うん、あとは虫送りの供養費だとか、うん、あと秋田だと魚類供養費が多いんですけどもうん、うん、いろんなまあそれは新しいものも含めて、うん、あの漁師さんたちがあの自分たちが取った生き物を弔うような、うんうん、あの供養費も同じよように祀られてるんですよね、うん、これなんかちょっとすごい見当違いなことかもしれないんですけど。うん すごい死と隣り合わせっていう感じが無縁は要はその縁がないっていうことがその死の概念かどうかわからないけどでもまあもし無縁をその自由っていうふうにえ言い換えれる部分がまあ,あるとしたらねそのように言ってる人もあのいたりしてでだとすると結構そのかなりその無縁っていう状態があの何ですかポジティブになるって。 ポジティブなものを生み出してしまうほどカオスっていうことですかうん、うん、そういうようなことでいいのかな考えとしては。あ,のある意味では無縁というのはあの縁がどどれれれほど限定されたものかと教えてくれるわけですよねつまり僕たちのうぬぼれといいますか人間中心の、うん、世界っていうものをひっくり返してくれるので死、うんうん、者は日本では よく東北なんかではあの最初に葉山って低い山に行って、うん、で不慮の死を遂げた方々とか事故で死んだ方々なんていうのは、うんまあ、その無縁性の高い山で、うん、お,お弔いしたりするわけなんですよね。うん、で33年経つとそれが高い山に行って、うん、あの葉山からあの高い山に行って霊山に行ってそして、うん、あの神様になるなんていう考え方もあったりして。うんうんうん つまり山という土の塊に循環入っていったりあるいは海に帰っていったりするっていう、うん、そういう伝統的な考え方が背景にあるんですねうん、うん、もちろん今それがあのそのまま復活できるわけではないかもしれないけれども、うん、背景にそういう広がりがあるっていうことは、うん、おそらくすごいことで、うん、人間の世界がどれだけ小さいかってことを教えてくれる、うん、と思うんです。 限定されたものから要は境界点みたいな働きをもしちゃうっていう,、ねうんうん、ある意味では組み換えの論理でもあるわけですよね無縁っていうところに入っていくことによってそれまでの上下関係とか身分というものから解き放たれてある意味ではあの仏の世界ってよく言いますけども、うん、あのそういう社会の論理とは違う論理に入っていくっていうことですよね。うんうん、いやなんか うん、ちょっと見当違いかもしれないんですけどその無縁っていう言葉を知った時にねあなんか原子力とかっていわば結構いきなり関係ないところから関係ないところっていうよりもその人間社会にはなかったものがこう入ってき,きてでそういう動力で動いているっていう何かちょっと無縁ぐらいの力を持ってないとな 存在しえないぐらいのすごいなんかこう暴力的な力っていうか、うん、それと無縁原子力と無縁ってつなげて考えられると思いますか原子力って多分あのさっきの春のことで言うと、うん、常春を作り出すすものだと思うんですねずっと春のようにはい、はい、心地よい世界、うん、ずっと空調が効いていて、うん、そしてあのどこまでも無駄遣いできるっていうか。うん 僕らはあの、まあ、気にせずに電気を使い続けられるっていうような幻想、うん、を与えてしまうものだと思うんですが、はい、これをあの国分浩一郎さんとか中澤伸一さんなんかは、うん、あのナルシシズムっていう言い方をしてましたよね、はい、対談の中で、はい、なんか人間が人間だけで生きていけるかのような幻想を与えてしまうんだけど、はい、でもそんなことはなくて、うん、ウランとかプ,ラトニウプルトニウムを使ってるし、うん、あの膨大な その施設を必要とするし、うん、実はコストも実はめちゃくちゃかかっているという最近でその大島健一さんの本もありますけれども、うんはい、そういう意味ではあのむしろ円を固くしていってしまう円の中ですべてが回っていくかのような、うん、あの幻想を与えてしまう、うん、でそれに対して例えば太陽光とか、うん、あの季節の巡りとかその自然現象というのは実は無縁なんだということだと思うんです、うん。自然現象の方が無縁に近い 雪が降ることとか太陽が降り注ぐこととか雨が降ることっていうのは人間の縁の世界に外からやってくることなのでこれは無縁からやってくるものだと考えるべきでだから人間が自由になれるとしたらその無縁の世界に帰っていくってこと最初の話につなげると物質の代謝過程に入っていくってことが実は無縁の世界に帰っていくってことだっていうふうに考えた方が僕はが合うと思っているんですねいや,いやだからそうですねなんかその辺りが ななんていうのかなその縁があるって思っちゃってるんですよねその自然エネルギーに対して。自分も土に変えるしそのそういうような意味から縁があるところのエネルギーだと思いい込みすぎているのかなだからその,その原子力っていうものをそのものすごい外からやってきたいわばその。 あまりにまあ、なんかこうん縁のないとこから来たっていう風に、にんかすごい勘違いしちゃうっていうかそれはそ,のそういう誤解ってすごい私あると思うんですで私も本当にずっとそういう深い誤解の沼みたいなのにずっぷりいたと思うなんかその。例えば自然私が自然然私が 私は自然的な存在だと例えば木とかも木は自然のものもだよねでも私だって地球の中に生まれて宇宙のどこかからやってきたわけではないから自然のそ自然的存在だよね。だとしたら私がすることなすこと全部私の欲望だって全部自然じゃんっていうそういうふうに思っちゃう瞬間みたいなのが分かんなくなるんですよ。で だけどいやもしかしたらそういうことではないっていうなんか本当になんかこうなんていうのかなそれってとてつもないことを引き起こしてしまうじゃないですかこの概念って。だけど本当にこうそう自分は自然的存在なんだから私のなすことやること全部自然なんだって。 自分の欲望さえもそうやってて肯定どんどんんしていくですごく都合のいいようにいいところではこう野生的なものをに目を向けていいところではなんかこういいとこどりしちゃうっていうか、うん、人間的なところをよりどころにするみたいなもうそういういいとこどりをする存在こそが私のような。 人間だっったのかなっていう風に自然をうまいこと利用しちゃうっていうかそれ,そのそれで本当に苦しいような気持ちっていうかまあしょ本当にこれは正直あったなっていう風に思うだから人間的な倫理とかいうのがはっきりあるっていう風に考えてえさっき言ってたけど物と 心の世界をつなげて考えるっていうところに立つっていうところがまさしく人間らしい立場だっていうふうにおっしゃりましたけどそれをそういうふうに考えていいんですかねいやあのいいかどうかっていうのは、うん、多分それぞれの身体において引き受ける問いだと思うんです、うん、倫理っていうのを考えて、うん、どちらが正しいかっていうよりは、うん、それぞれの場所で引き受けることだと思うんですけども。うん それを例えば集合的に社会でどうやって考えていくのかっていったときに初めて多分今度のリボンでもリタっていう問題とか倫理の問題が出てくると思うんですけどこれ人間の倫理だけでではないですよねおそらくその社会に大鹿半島の鹿のことだとか魚のことだとかまあ商業捕鯨始まったからクジラどうするとか原発どうするとかそういう相対的なことで,で実は東京との関係とかねエネルギーの 供給先とととかいいいいろろんんななそのの大都市圏との関係といろんな問題が複雑に絡み合いすぎててしまっている、うん、だからさっきの話じゃないけども人間の数十年の生命の時間の中で決定するにはあまりにも大きすぎる、うん、あの荷が重すぎる、うん、だからもう全部自然だからいいじゃないかってなってしまいがちなんだけどこれを10年かかったんだからもう一度引き受け直すっていうかどうやったらあのー ちゃんともう一度スタートラインを引き直すことができるのかっていう時期に来てると思うんですよ。うんうん、なのであのまだ全然だから僕らはスタートラインにいる段階なので、うんえー、どちらがいいかっていうことよりもどうやって物のの循環をデザインしていくのかどうやって心の循環をもう一度作り直していくのかっていうことをやり直す。 作業はから免除されるることががななないいんんじゃないのかなって気がするんですで、うん、みんな言葉を使う以上はイメージだとか感情だとか目に見えないものの世界に生きているし、うん、物質の身体を持ってるってことは必ずこのエネルギーと代謝の世界を引き受けなきゃいけない、うん、でそこで僕らは倫理を見失いてきているのかもしれない、うん、土の循環を途切れさせてしまっているのかもしれないけども、うん、でもあの それを考えよようとしてる人たちたちくさんいますよね、うん、どれが正しいってあの、うん、これが間違いって言えないかもしれないけど、うんまあ、意見を出し合って社会を作っていくことをやらなきゃいけないので、うん、だからこそいろんなあのジャンルが乗り入れていく必要があって、うん、その機会にねその僕は芸術とか文化が、うん、あの関わってるってことはすごい大きなことじゃないかなと思ってただ趣味とか、うん、遊びとか余かっていうものを超えて。うん まあ性の喜びとかリタとかか、うん、倫理に関わってるってことはめちゃくちゃあの可能性があるなと思うんですよね、うんうん。いやだから本当になんか根深自分のそのなんかこう生まれ育った環境によって自分という人間がどういう考えを持っているかっていう自分という人間が生きているかっていうことの根深さを本当に感じる 感じた10年だったというかでそのが礫がいっぱいねその集落の中に、えー、あってでそれは結局誰一人としてじゃあここから名を修,修復していこうって言わなかったんですよね。その全部瓦礫ゴミ一一かからさらちにして一から またみたいなもしくはもう移転しちゃうっていう、うん、なんかその直すっていうことがなかったなっていうんなんかいろんな地域によってもいろんな知恵が出てきてると思うんですね。はい、例えばあのー、最近瀬尾さんとあの小森さんが二重の街っていう本を出して、はい、今作品も出されてますけども。はいあのー その泥の海になってしまったところでたくさんの人が亡くなったそれを弔って町全体を弔うためには花を植えるのがいいって言って陸前高田の人たたちが大きな花畑を作ったとそれがすごくあの作品のスタートラインになってるんだけど残念なことにその上に大きなそのかさ上げがされて新しい町が作られたっていう。 実はその新しい町からかつて花畑のあった町に、うん、地下に降りていくっていうような。うんうん お話を瀬尾さんんが考えられれてててていてこれってすごいこっす想像力だなとと思うんですね土の問題としてつまり何をしたら再生循環ができるのかっていうのはそれはおそらく花を植えて土を触れることだっていうふうに地元の人たちが考えたでそれが失われた後に今度アーティストがそこに戻っていくっていう物語を考えたでねその二重の喪失をかあの陸前高田の人たちも。 経験してるわけですよね、うん、あの自然の災害と文化による喪失とでそれを超えてあの新しいスタートラインを作るっていうことをやってるので、うん、僕はすごくやっぱり感動したんですけども、うん、各地でそいろんな取り組みが出てきているわけだから、うん、いくら傍聴堤ができても、うん、いくらあの新しいその人間の文明がね、うん、その過度に過剰にそれが城のようにできたとしても。うん またまた始めればいいやっていうぐらいのことなんじゃないですかね、うんうん、いやそういう風に繋がるといいなって思いますねただやっぱりあのー、こう土に戻るまで土に触るまで距離があったっていう土が1回見えたのにねっていう、うん、やっぱそのあたりの杭みたいなものはすごくあってで。 もう一度なんかこう土を触るっていうことをどうやったらあのできるのかなっていうまあ自分の集落で言うと思ってただあの要は一つ思い出すことがあってあの北側で一人おばあさんがもう土を触っちゃいけないよって、えー ここはもう塩が入ってるからねっていう風になったんだけどさっきの,その陸前高田の例みたいに花を植えたおばあさんがいたんですよ。で,、えー、で絶対ここにもう一度家は建つっていうことがないっていうのは分かっててあえて掃除をしてあのやってたっていうでそこはたった一人おばあさんが一人毎日毎日そういう風な作業をされていて。 であこの人はあのものすごい想像力でこれをやっているでも多分想像力っていうその力点を持たずしてもなんか体で向き合ってる感じがあったでそれはずっと覚えてますねでそういうなんかこう素朴なことができるのかっていうのはあの、うん、本当に切実な問題として私の中で結構ずっとあります。うん 多分今日はね、そこまで、うん、あのこれ以上多分あんまり深められないかもしれないけど、うん、多分志賀さんがずっとこだわってらっしゃる永遠の現在っていう概念があって、うん、写真というのは現在を撮るものだと、はい、でも撮った瞬間に過去になっちゃったりするわけですよね。はい、でそれはなんかある意味では動物的なというか、うん、その現在に貼り付けになったような過去と未来を失ってしまったような現在にも通じているし逆に 過去も未来も含んでいるような、うん、ある意味神話的と言ってもいいかもしれませんけれども、うん、あの無時間的な時間としての現在ということもあるかもしれない、うん、あの芸術の起源の研究でギーディオンという人が「うん、永遠の現在」っていう本を書いてきましたけれども、うん、同時に精神分析の方でも「永遠の現在」って言葉が出ている、うん、でこの「現在」についてやっぱり写真というメディアが可能性を持ってると思うんですね、うん、なので あのまさに僕らが何かできるってこの現在しかないので、うんうん、この現在っていうことがこれからもう一回見出されていくといいなと思って東北東北というか、まあ、あのたくさん写真が流出してでいろんな人が見つけましたけどがれきたくさんもしくは土の中から写真の隅っこの方だけちらっと見えているっていう風景は。 やっぱり人間的な何かがあの世界に抗っているっていうような光景そのものだったっていうのはやっぱり肯定したいなというのは、うん、<laughs> 思います、うん、でやっぱああいう字が、ま、もう二度と訪れないかもしれないけどあの石川さんの予想の過去も現在も あの含んだ形での永遠の現在神話的な次元での永遠の現在っていうのは今私本当に最重要だなっていうふうに思っていてそれをどう考えていくのかっていうのがでそれをかつ生活のレベルに落としてまた考えていくっていういいとこ取りにさっき言ったようにどうしてもいいとこ取りになっちゃうのでいいとこどりにならないレベルでどうしたらいいかっていうのはあの本当に切実に 考えていきたいなというふうに思ってますまたお話を続けさせてください、うん、はいぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします<あ>じゃあちょっとか、はい、そろそろ時間ですかどうもありがとうございましたお二人の対談ですけれどもあの本当に言霊のお話から始まってあのー 物質と心であったりとか土であったしあるいは無縁のお話も非常に興味深かったんですけれどもまだまだ話し足りない感じではあると思いますであの今日はここまででちょっと時間の都合であの終わりにさせていただきますけれどもできればまた続編をぜひお二人にはしていただけたらなと思っておりますんであのまた機会を改めまして。 できればその「リボン」が今年夏に8月から開催されますんでその会期中とかにでももしあのお二人ご都合がつけばぜひあの続編をお話しいただけたらなと思っております。今日はお二人ありがとうございましで、えー、こちらの方で一部は終了とさせていただきまして。 えー、5時半から、えー、山川冬樹によるパフォーマンスをお送りしたいと思います。で、あのー、今の、えー、と皆さんがご覧になっているチャンネルから違う、えー、と YouTube チャンネルになりますんで、えー、とそちらの方はコメント欄をご覧いただくとリンクを、えーあのー、出しておりますんで、えー、とそちらの方に5時半からお入りいただけると。 山川冬樹のパフォーマンスをご覧いただけます山川冬樹はあの美術館でかつ方名歌手でありまして、えっと、今回のパフォーマンスはこちら「桃の浦」で行いますが3月12日に実は、えっと、桃の浦から会場に出て船の上でパフォーマンスをしておりまして。 そちらの方をえ収録して、でそのえ映像と合わせてえ今日はライブパフォーマンスを行う予定です。あのそちらの方もぜひえご覧いただけたらと思います。じゃあ今日は本当にどうもありがとうございました。